コロナこと、ミゲル・アンヘル・ガルシア・ペルス・ロルダンは、スペイントレード県タラベラデラ・レーナ出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。レアル・マドリードのカンテラ出身。レアル・マドリード C、レアル・マドリード・カスティージャに在籍し、トップチーム出場経験はない。2001から02シーズンにより、レアル・サラゴザに移籍。しかし、レギュラーに定着することはできず。 4シーズンで33試合出場に止まった。2004から05シーズンはポリエヒドにレンタル移籍する。2005から06シーズンは当初こそサラゴサに復帰したものの、シーズン途中からアルバセテ・バロンピエにレンタル移籍する。2006から07シーズンも UDR メディアへと複数のセグンダリビシオンのチームにレンタル移籍を繰り返した。2006から07シーズン。 全42試合中40試合に出場し、UD アルメリアのプリメーラディビシオン昇格に貢献。シーズン終了後、アルメリアに完全移籍した。2008年3月9日には、プリメーラ初得点を決めている。2014から15シーズン限りで、契約満了により、アルメリアを退団し、2015年9月23日に、A リーグのブリスベンドアー FC へ加入した。 1997年の UEFAU-16 欧州選手権においてスペイン U-16 代表に選出された経験を持つ。ありがとうございます。